はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。贅沢絞りのね、グレープフルーツ味。果実が2分の1個分となってまして、グレープフルーツのね、果汁が、2分の1個を丸ごと使われてて、果汁が 41%。で、人工甘味料が不使用。アルコール度数 4%。原材料がウォッカとグレープフルーツ果汁と酸味料と香料。果実2分の1個の、果汁を一缶にギュッと詰め込んだ贅沢チューハイです。米印、グレープフルーツ1個あたり 400g として果皮などを除いた2分の1個分の果汁を使用しております。開栓前に一度静かに逆さにしてお飲みください。まあ、前回のあのレモン味は大してうまくなかったっていうことなんで、大してそこまでね、あのちょっとえぐかったんで、そんなに買う価値はなかったかなと思うんですけど、今回はどうでしょう。完璧。ああ、そこそこ美味しい。うん。これが、てか、よく考えたらこれあれじゃねえか。ウォッカとグレープフルーツ果汁と酸味料と香料しか入ってない。糖類が入ってない。レモン味の時糖類入ってたのになくなったな。これ何度も黒絞りと変わらんぞ、これ。なんか全然甘くねえなと思ったら、黒絞りと変わんねえじゃねえか、これ。黒絞りというか本絞りと変わんねえじゃん、ほぼ。果汁が 41% 使われてるって書いてあるけど、個人的にこれに糖類は付加してほしかったなぁ。レモン味の時は、糖類入ったんだけどね。それで、だから、本絞りとか、黒絞りの、いわゆる、よりは、差別化できてたはずなんですけど、まさかの、微妙だな。41% 使用してるくせに、対してグレープフルーツの苦味ないですね。酸味もあんまりないです。贅沢絞りのレモン味もそうでしたけど、前回も、あんまり酸っぱくなかったっていうのが気にはなってたんですけど、何なんでしょうかね。同じグレープフルーツ果実で複数の果汁をブレンドし、複雑味とバランスのいい味わいを実現しました。果皮の苦味と、果肉の甘みがある、果汁リッチな味わいです。芳醇な香りとみずみずしい果実感をお楽しみできます。まあ、多分わざとこれしてんだろうな。この酸味と苦味のなさ、おそらくわざと、なんか、あれなんだろうね。取り除いてんだと思うけどな。そのせいか、やけに薄っぺらい味になってるね。ものすごい薄っぺらいですね、味が。果汁 41% も使用してる分際で、この薄っぺらさは一体何だろう？うわ、果汁感とか、感じない。しかもグレープフルーツの良さが、苦味な。グレープフルーツって苦いからいいんじゃないですか。
それなのに、苦味も、ろくに感じない。ろくにっていうこともないんだけど、あんまり感じないよね。うん。で、しかも糖類も入ってないときた。これ、本絞りでいいんじゃないか。本絞りの方がまだ苦い酸味もあるよね。もう朝日はあれじゃね？スーパードライだけ作ってもよくね？朝日はスーパードライだけ作ってりゃいいんだよ、こんな。パクリのパクリだよ、だって。本絞りが出て、黒絞りが出て、そのパクリの黒絞りが出た後に、お前贅沢絞りって完全に名前もパクリの、パクリのパクリで、二重パクリの、あれや。二重パクリ。盆中杯になってる。この、これなんだろうな、これ。ものすごい、いわゆる味の起伏みたいなのがさ、ストーンとまっすぐ一直線を引いたような、あー、盆、中杯。特に起伏もなければ、味の重厚感もなし。薄いっすね。簡単に言えば果汁 41% のくせに、やけに薄い。なんだこの薄さはって。この薄っぺらさ。ペラペラの、おっぱいのペラペラソースみたいなレベル。これはようわからんな。レモンもまあひどかったけど、レモンよかさらに酸味が少なくなって、グレープフルーツの苦味もさらにレモンよかなくなってるってどういうことなんだろうな。レモンの方がまだ苦かったんですけど、グレープフルーツってレモンよか苦いはずだよね。苦味はあるはずだよね。そのくせ苦味もこっちはねえときたもんだ。下手すりゃレモンよか買う価値ない盆中杯。もうぶっちゃけた話、本絞りがある分、さらにレモンはまだ糖類が入ったんで、まだね、ちょっと甘めで、まあ飲みやすかったって言えば、あれだけど。まだ買う価値、本絞りとの差別化ができてるんですけど、グレープフルーツに至ってはもう、差別化もできてない上に、レベルも低い上に、うまくもないっていう。で、おまけに二重パクリときた。パクリのパクリときたもんだ。お話なんでな、これ。こりゃ買う価値ねえわ。これは買う価値なし。まだレモン味買った方が、有意義な時間過ごせますね。薄い。甘みはない。けどまあ、香りはまあ、あんまないですね。これは買う価値は、あまりほぼほぼないでしょう。ほぼほぼないでしょうな。3232です。ご視聴ありがとうございました。